こんにちは、デリッシュキッチンです。とろけるじゃがいもグラタンを作ります。じゃがいも3個はそれぞれ半分に切って、底面を薄く切り落とします。水に5分ほどさらしたら、1個ずつラップに包み、600ワットのレンジで4分加熱しましょう。縁を少し残す程度に中身をくり抜きます。外側は後で使うので取っておきましょう。ベーコン2枚は細切りにします。サラダ油小さじ1をフライパンで熱し、ベーコンを入れて火が通るまで中火で炒めます。一旦火を止めて、じゃがいもの中身とピザ用チーズ 50g、 バター 10g、 牛乳 100cc、 薄力粉小さじ1、塩コショウ少々を加えて、とろみがつくまで弱火で練り混ぜましょう。これをじゃがいもの型に入れて、パン粉適量を振ります。トースターで5分ほど焼き、焼き色がついたら出来上がりです。以上、デリッシュキッチンでした。